スポーン。はい、どうも皆さん、こんにちは。 MSS プロジェクトでーす。イエーイ。というわけでまず自己紹介していきましょう。私が FB スルセブンです。ハマートでーす。私が漆黒の多点積層でキックマーク2です。よです。はい、というわけでですね、今回ですね、実はですね、テラリア、皆さんご存知でしょうか。テラリア知ってる？知ってる？知らない。はい、前実況でやってました。ムーはそんな元も子もない説明をするなボケだろ。テラリアというのはですね、まあ、マインクラフトとかってサンドボックスゲームっていうんですけども、サンドボックスゲームが 2D になったようなゲームでして、まあ、基本的には何でもできる。しかも掘り進めるし、家も建てれるし、武器とか防具作って強い魔物とも戦えるって感じのね、ゲームになっております。ついに絡んできたいつ来るかな、ね、そうなんですが、まあ、そうですよ。テラリア我々で以前プレイしたことあるんですけど、今回実はこれアプリ版なんですよ。 iPhone でプレイできる。そう、 iPhone ならね。はい、というわけでちょっとやっていきましょう。だアプリ版なんて一体どうな変わったのかも含めて、はい、ちょっとプレイしてみたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。じゃあキャラはもう作成したので、はい、ボンとで、ゲーム開始するのでゲーム参加してください。はい、すごくね。あ、ワールド名どうしようかな。じゃあ、MSSP でそのままいこう。 OK。で、まあこういう風に、まあ生成、これね、ワールドも全部ランダムになるんで、あの配置とかも、まあそこら辺はもうほんあの元のテラリアとほぼ同じですよ。はいはい。で、あのやっぱアプリ版でさ、そのマルチプレイできるってすごくない？すげえっす。金もこいつ。はい、というわけで早速同じワールドに入りましたのでプレイしていきましょう。おい、スライムいるぞ。危ねえ。最初どうする？とりあえず木切らなきゃ。木、あ、そうだね、木材は重要だから。木材集めろ。やっと宝松ゲッツ。俺が先取りました。くそったれ。何、木は結構重要なんだっけ？木は重要だろ。あのね、このゲームやっぱさ、ジャンプは1回しかできないので、足場を最初に作っとかなきゃ。まず、あの深いところに落ちた時に戻ってこれないから。なるほどね。オッケーオッケーオッケー。根元から切れ。そうだ、なんでさっき残したやつ。根元、ちょっと待って、難しいんだ今、操作に慣れてないから。まず家作るかじゃあ、とりあえず囲いでもないと。確かに。おっと、これなんだ。夜を越せないからな。恥ずかしながら家がないとちょっと。おい、スライム来てるぞ。鉛。じゃあどこに作る家。いてどこに作ろうかな。あ、なんかやっぱさっきの場所結構良かったよ。平地がいいんじゃないかな。じゃあうさちゃんかわいそう。この辺に行ってのあいつ何なんだよ。この辺すごい平和だぜ。もう平和だね。しかも洞窟もあるし、ロケーション最高。ここ洞窟の入り口も作る感じで、ここに家建てちゃおう。いいよ。よし、じゃあもう今手に入れた木材を使っちまおう。早速。よし、じゃあ俺ドア作るわ。このゲームはですね、クラフト機能がございまして、ドアとか、まあそういう松明とかを、作ることができます。クラフトすることができます。まあこれもサンドボックス型のね、特徴ですね。ドアどうやって作るんだ。ドア、木の扉、あ、ワークベンチ。適当にワークベンチ今置いたから。あ、ワークベンチじゃない、作れるんだ。オッケー。ほら、めっちゃスライム来る。おい、スライム倒し係。スライム倒せ。スライム倒し係。倒してる、今倒してる。めっちゃ俺食らってる。ワークベンチ使うから。スライム倒し係。おい、スライム倒し係。倒してるから見ないから今。スライム倒し係は。うるせえな。うさぎが首飛ばした。ワークベンチないとダメなんだね、最初。そうまともなの作れない。言ってるわな、さっきから。スライム壊し係は。ワークベンチ作んなきゃいけない。ワークベンチ作ったから。ワークベンチを。うるせえ、殺すぞ。え、でもワークベン、あー、スライムめっちゃ来るんですけど、ここめっちゃ来る。やっぱ洞窟いて頼むぞ。 誰が倒してろ。倒してる。キックなんかすげえ離れたとこにいるんだよね。ほんとだ。多分吹っ飛ばされてった。さあ、じゃあ扉を作るには多分ね、どっかに、これ何作ろうかな。よし、あ、これ壁だ。それ壁じゃないですか。松明作っとこう。じゃあこれでが我が家で OK。 とりあえず、じゃあこれが我が家で決定できました。この壁があるところが我が家です。
暗くなってきましたよ。本当だ。やばいやばい、夜が来るぞ。ゾンビとか来るから、夜になると。じゃあちょっとドア、まずはドアが一番重要だから、このゲーム。ひまわり邪魔だな。ひまわり邪魔だね。ひまわりあると何も作れなくなっちゃうの？いや、そんなことはない。ひまわり処分した。お、よくやった。お、できた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 。囲いだ。できた、できた、できた。いや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 。ちょっと待って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 。やめ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 。ギリギリだよこれ。ドア、ドアないぞ。あー、やったー、俺らの家完成。破壊、破壊、破壊。ドアがありゃいいんだろ、ドアがよ。オープンザドアだろ。ドア、とりあえず作ってくれ。ドアなくないですか。暗い、暗いよ。松明とかどうやって作るんだっけ。松明俺作っといた。木材めっちゃ暗いよ。ほら、明るい松明だ。おい、スライムが来とるわ。早くドア置いてくれ。分かってる、ちょっと待って。あ、俺ドア作ってるから。ドア狭っ。できた、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 はい、暗い。狭いし暗いし完璧だ。狭い。閉めろ閉めろ閉めろ。なんかクリックしてるからだろうがよ。よーし、あー、いちゃった。やめろや、触んな。はい、変なやつ入ってきた。助けて。変なやつ。しかも松明も置いちゃいますからね。近寄るな、ドアに。あ、こうか。おい、完璧。なんで開けた。うわ、めっちゃ危ねえ。悪魔の目玉だ。飛んできた悪魔。あいつちょっと色違うぞ。どうして。もうちょっと扉開いてる、扉開いてる。なんでだよ。なんで開ける。近づくなって。入りそうじゃん、あいつ。離れろ。おいおい、ゾンビも来てる。やべえ、やばいやばい。みんな守れ守れ守れ。剣振りまくれ。いいいいぞ、いいいいいい。これはいいぞ。現状こそ装備済みじゃん。わしゃわしゃわしゃ、これ完璧な布陣じゃん。よしよしよし、よし。なんで前に出てるよ。ゾンビ強っ。ゾンビやばい。いや、最初の敵は強いぞ、普通に。何この絵。無敵ゾーンでしょ、これ。無敵ゾーン発動。後ろでは目玉がうようよしてる。あの男も無敵だからな。これ最強の布陣じゃん。おい、やばいやばい、なんかめっちゃ増えてきたぞ。あ、目玉、目玉来る、目玉来る。おい、来い、勝負だ。おら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 。ここ入れない、あいつ入れない。ほら、お、よっちゃ、暮らしてやったぞ。部屋に入ってきた虫ってあんな感じだよ。確かに。あ、あいつ。おぉ、強い。おぉ、強いゾンビ。最強だ、俺ら。すげえ、無限。無限攻撃。無限剣だ。あいつ、調子乗った。調子乗ってる、あいつ。そっちもさ、ドアつけたいよね。つけたい。じゃあちょっと改装しよう。よっしゃ、まずこっちのドア閉めろ。いや、俺に任せた、匠の技だ。まずここを切って。おお、怖い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 。よっしゃ、ね、おー、剣振れ剣振れ。おい、後ろ開いてる。ドアドアドア、よしよしよし、よくやった。ドアが閉まらない。あー、倒した。危な。両サイド開けるな。両サイド開ける。両サイドに向かって剣を振り続けろ。攻めんだよこの家。おお、ドア開け、突っ込んできた。後ろ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 、なんで開けた。ああ、俺やられたぞ。弱いからじゃない。危ない危ない。復活。即復活。よし、この家おしゃれじゃない？なんか今思ったけど。弟子？弟子？でもね、残念ながらね、うん、テラリアのね、世界ではこれは、あの、やばい、いや、両側から来たゾンビ。家としては認められないんだよ。あ、やべえ、マジで？外に出された、あぶねえ。あ、エオがもう終わりだ。いやいや、俺は一人で耐えれる。あれ、ドア壊れてない？後ろ。え？よっしゃ。だって、ドアないよ。あ、誰だ、壊したやつ。さっきから壊したやつ誰ですか。誰、あの、やめてください、ツルハシ振ってるやつ。俺だね。あ、でもすぐさま。俺だ。やばい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 。剣を振り付けろ。耐えろ耐えろ。うわー、朝までなんてか耐えろ。全員の力が必要だ。やべー、目玉いたす。
よし、俺が率先する。一人だけ出しゃばんなよ。無理だ、帰ってきた。4人の4人の力合わせないとこれ。おいいぞ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 。おら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 、何これ。イエーイイエーなだけに、イエーだけに、スマホ超熱い。 あ、またやばいやばいやばい。だから鶴橋を振るな、ハゲ。なんで掘る。地下帝国を作りたい。早いよ、急ごう。いいよ、掘って遊しべら。お前止まんねえ、止まんねえ、鶴橋止まんねえ、鶴橋止まんねえ、まんねえんだけど。お、なんかあるぞ、なんかあるぞ。鉱石ある、鉱石ある。いいね。やばい、そうだ、やっぱりね、スライム来た。夜もこうやってね、うん、やっぱ地下を攻めていけば安全だから。そうそうそう。上なんで開けっぱで帰ってきた。おい、もう扉なくて。扉な、扉壊したんだろ、お前がよ。誰が壊したんだ。時の扉なんとかせえ。よし、これでもう本当に北ロシアまでつなげるぞ。北ロシア、北ロシア、あんま聞かない言葉ですね。MSSP の打ち合わせなし劇場シリーズ。あ、こんなとこに怪しい奴がいたぞ。貴様、貴様、お前何してる、そんなとこで。手を挙げろ、手を挙げろ。あ、開けた。あ、ね、おとなしく逮捕してやるじゃん。すいませんでした、ごめんなさい。てめえ、何を悪いことしたんだ。おい、こっち来い。おい、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 悪いことしただろ、お前ら。おい、悪いことしただろ、てめえ。痛い。はい、 MSS プロジェクトは、チャンネルを持ってますので、ぜひ登録の方をお願いいたします。YouTube の方はこちらから、こちらからで、ニコニコ動画の方はこちらからで、スマホの方は概要欄から、登録の方をよろしくお願いいたします。あ、怪しい奴だ、てめえ何してやがる、こんなところ。いやー、ごめんなさい。あー、ごめんなさい。ごつこいで痛い、きちゃる、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 ごつこいで痛い。